のメイテイエフェクター講座。講座です。本当にまとめ取り。今回4回目。4回目、はい。ということは4杯目。4杯目。前回は歪み系3本です。買いましたか？給付金入りましたよ。新しいシリーズがやってまいりました。This is 空間系。空間系。空間系っていうのはですね、その空間の感じをギターの音に付け加えよう。ちょっとランク上がります。空間系を使いこなせるとモテます。空間系シリーズ第1弾。しょっぽい狭いライブハウスにいる感じと武道館もしくはドームでギター弾いてる感じを実は作れちゃうんです。ライブハウスで武道館みたいな空間エフェクターを使うとギタリストだけ、お前なんで一人だけドームなのみたいな、周りの楽器と浮いちゃうっていう感じですか、ね、浮いちゃうんですよ。失敗例も非常に多くなる。割と上級者空間系に簡単に言えば2種類あります。リバーブとディレイ。そういうわけで1回目はリバーブ。リバーブ、簡単に言うとリバーブはお風呂、狭い空間なんだけど広いところみたいなのを作り出せるのがリバーブ。そしてこのローランドのジャズコーラスにも実はリバーブっていうつまみがあるんですね。もう実はエフェクターよりこれの方がよくできてるんじゃないかと思うぐらいこのリバーブつまみはよくできています、はい、これも半分ぐらいまでボリュームを上げて、なおかつお、なんか2個あれですね、踏むところがある。ディレイとリバーブがセットになってるエフェクターなんですけど、今回はリバーブモードを結構大きめにしてつないでいます。ボスのこのスペースエコーという、これ実はディレイに近いテープエコーっていうのをモデリングしたデジタルなエフェクターなんですけど、アンプもリバーブオン、アルプスを想像して皆さん聴いていただければ。アルプス感、普通の音だとリバーブが出るじゃないですか、うんうん、これがリバーブです。このリバーブペダルを踏めば、はい、お風呂に入った気になれますちなみにこれ、はい、踏むところが2個あるのは、はい、そのさっき言ったリバーブとディレイがそれぞれっていうことですか？そういうわけではありません。そういうわけではない。何の違いなんですか？なんで2個あるんですか？これもう1個のペダルは、はい、次回のディレイの時に説明いたします、ね、なるほど。皆さん次回のディレイ編で。お風呂っぽい感じしますかね。ちょっとわかりますね、はい、クボボンの名店エフェクター講座、見てくれてありがとう。クボボンの名店エフェクター講座。